マンチェススターーシティ最新ニュース遺跡可能性が報じられるデブライネ・マンチェ。ターシティで活躍するベルギー代表のミッドフィルダー家。イン・デブライネはジョゼップ・グアル。イオラ監督のもとで昨季は3冠を達成する原。力になるなど絶対的な主力として活躍して。しかし、A メディア・ギブメスポートは現地時間5日に婚し。 終了後に同選手がシティから移籍するか。賞が上昇していると報じた。今シーズンの間。チェスター・シティはスポーイ・ビー・ナウで全試合配信中。ユー・ネクストか。加入で無料トライアル実施中。PR ・シティは作詞。ズンにプレミアリーグ・ FA カップ・ウェファチャンピオン。リーグ・ CL で優勝を果たしており、今シーズンも。 続三冠を達成するのが可能な状況となってい。チームを率いる指揮官はすでに次の移籍し、を見据えており、24、25シーズンも最高の選手だ。をチームに残しておきたいと考えているよ。だ、デブライネはシティの成功に貢献して、他選手の一人だが、同メディアによると25年の夏、契約が満了になるという。デブライネは15年、 VFL ボルフスブルクからシティに移籍をする。中盤の絶対的な中心として瞬く間に君臨し、それ以来、デブライネはプレミアリーグで5。のタイトルを獲得し、CL ・クラブワールドカップ・ FA、プ・カラバオカップ・スーパーカップ・コミュ、ティシールドでも優勝を果たしている。しか、同選手の契約は25年夏で満了となることから、 メディアは、対談の可能性が上昇していると。オキシ・サウジ・プロフェッショナル・リーグ。ら彼に多額の資金が提供されるのではない。とチームは期待していると、対談が迫る同線。の移籍金によっては、彼の移籍を容認するか。賞があると指摘した。また、同メディアは、サウ。江と移籍した場合、週休40万ポンド、約6400万円の増。 が見込まれると報じており、32歳というキャリ。の現段階を考えると、断るにはあまりにもみ。的かもしれないと、同選手が移籍する可能性。否定できないと伝えている。関連記事、マンチ。スターシティ24分の23シーズン予想スタメン前線。紹介フォーメーション給料高すぎ。マンチェ。ターシティ。 年俸ランキング1から10位両イングラドケビン・デブライ・ネコラム・シティニスプレミア・リーグマン・シー・マンチェスターティオーシュー・サッカー・海外サッカー